ハビ・フエゴこと、ハビエル・フエゴ・マルティネスは、スペイン・アストリアス州、ポーラでシエロ出身のプロサッカー選手。リーガ・エスパニョーラのスポルティングで基本に所属している。ポジションは MF。地元のスポルティングで基本に入団後、2001年に B チームに昇格し、プロデビュー。翌2002年にトップチームに昇格。2006から07シーズンまで中心選手として、活躍した。 2007から0シーズンは、レバンテユーリーでプレーし、初のプリメーラディビシオンでのプレーが実現。しかし、チームは再開に終わり、セグンダディビシオンに降格。2008年8月12日、プリメーラディビシオントップリーグに所属していた、レクレアティボエルバと2年契約を締結。しかし2008から09シーズン再開で終了し、2年連続で、セグンダディビシオン降格を経験した。 2010年夏、セグンダ・ディビシオン所属のラージョ・バジカーノと3年契約を締結。2010から11を2位で終え、トップリーグに復帰。翌2011から12シーズンのプリメーラ・ディビシオン残留に貢献した。2013年1月10日、バレンシア・ CF に移籍。2015から16シーズンまで中盤の底で活躍。2016年8月13日。 RCD e s p a オールと3年契約を締結。2018年1月31日、ビジャレアル CF と2年半契約を締結した。2019年6月27日、フルスの基本と2年契約を締結した。2019年6月に、フルスのスポルティングで基本に復帰した際、ムンドデポルティーボに2019から20シーズンの 西軍ダディビジオンで注目すべき11人の選手に、香川真嗣、岡崎慎嗣、柴崎学らと共に選出された。ありがとうございます。